こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、アイアンジェム前に行きそうです。アドマイヤベガそれに続いています。さらにはトラストキネマ、2番スリックリー、その後ろフラミンゴロード、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスリックリー、5番アドマイヤベガ、2番手を追走、黄色の帽子タリアプール、その後ろすぐ隣にリッジルック、その横にトラストキネマ、インターティグレス、この馬もこのグループ、その外にストレートジュニア、ジュエリートーク、そのうちに続いています。青の帽子ラケットファンシー、その後ろ、これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここでダリアプール先頭に変わりました。スリックリーほとんど差がありません。アドマイヤベガこれはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はアドマイヤベガ、あと 200m、 アドマイヤベガ余力は十分、さらに引き離していく。後続は大きく離れました。2番手はインターティグレス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。アドマイヤベガ1着、2着はインターティグレス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。ノースライツ前に行きそうです。ウェディングデューク、それに続いています。さらにはサファイアフォワード、6番ブラックホーク、その後ろ、それでは先頭からワーキングキャスター、先手を取りました。その外にウェディングデューク、その外からサファイアフォワード、内からはハイプロテクター、アイランドアフェア、そのうちに続いています。その外にキーンランドリオン、ノースライツ、そのうちに続いています。内からはブランドヒート、その外からフェアリークリスタル、その外にルカヤンプリンス、マスターダイヤモンド、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ワーキングキャスター、先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 ワーキングキャスター先頭だ。残り 100m、 ワーキングキャスター粘る。ブラックホーク、やはり強い。ブラックホーク、ブラックホーク、わずかにブラックホーク体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。クールラッキー前に行きそうです。バトルドラマそれに続いています。さらには星雲スカイ9番ランキルデアその後ろでは前の方からクールラッキー先手を取りました。内からはファンシーモーニング黒の帽子シーペンダントその後ろすぐ隣にグローコロナその横にバーボンレディその外にブロンズカルメンヴィーナスドゥラインそのうちに続いています。その外にバトルドラマクラフトラブリーそのうちに続いています。その後ろにアロハコンバットさらにはポットミサイル赤の帽子ラケットファクトその後ろその後ろからはグリーリンアロデル最後方にバーボンセンサーこの辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方からシーペンダント先手を取りました。すぐ後ろにクールラッキー並んで8番バーボンレディすぐ後ろにクラフトラブリーその隣にランキルデア内からはファンシーモーニング黒の帽子グローコロナその後ろ星雲スカイ後ろからになりました。並んで7番ヴィーナスドゥラインアロハコンバットこの馬もこのグループすぐ隣にバトルドラマすぐ後ろにラケットファクトさらにはバーボンセンサーしんがりからポットミサイル各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。14番ブロンズカルメンリードは1馬身から2馬身ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先頭は星雲スカイ短期の逃げに持ち込めるかその後ろにブロンズカルメンさらにはシーペンダント並んで9番ランキルデアクラフトラブリーこの馬もこのグループすぐ隣にバーボンレディその外からバーボンセンサー白の帽子ファンシーモーニングその後ろアロハコンバットそのうちに続いています。その外にバトルドラマグローコロナそのうちに続いています。ここでクラフトラブリー先頭に変わりました。2番手は星雲スカイ星雲スカイいい位置果たして先頭を捉えるか後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは星雲スカイ差は3馬身後続の手応えもいい。2番手はラウンキルデアあと 200m 星雲スカイ先頭だリードは1馬身後続の足色はどうかラウンキルデア追いすがります。星雲スカイ星雲スカイ1着2着にはどうやらラウンキルデア世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。星雲スカイまさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負ここで先頭に立ったミッドナイトベッドミッドナイトベッド先頭2番手は時をエクセレント追いすがるやはりミッドナイトベッド先頭だ残り 200m ミッドナイトベッド先頭だ残り 100m ミッドナイトベッド粘るラシアンファンシー迫るミッドナイトベッドミッドナイトベッド1着2着にはどうやらラシアンファンシーミッドナイトベッド見事な勝利です。